落とすってことはもう白ってくってことですよね。僕は入れたんすけど、うん、俺も入れた怖いから。いやでも生き残ったらもう白って浮いてます。そうね、残ったら白で。これは無言、余裕で死んでるわ。無言な。くる、黄緑、あ、ちなみになんかこっからできるって聞いた。ちょっとごめんなさい、あの、はい、裏で暴言入っちゃいました。ん、何で言ったんですか。もうハゲって言っちゃいました。ちなみに誰に言ったんですか。夏目くん。ハゲハゲてませんけど、もう一回聞きます。ちなみに誰に言った。え、ちょっと待って。あー、これはまずいな。スキップをしたよ、はい、いやもう投票してるし。これね、パスがいいかもしれない。その人したら、うん、ちょっと違うだろ。お願い。あー、危ない。危ない。3票。優しいな、みんな。優しいって何。怖い怖い、ね、本当に優しいって何。ゲンさんごめんなさい。全然大丈夫です。優しいって何。キッチン、2手目キッチンだな。で、ここやって13秒ぐらいでしょ。あとのこと考えるとキッチン戻った方がいいよな、絶対。で、次もキッチン分けしての方がいいな。黒、玉ねぎ、玉ねぎ、え、あ、レタスで挟んでんのか。そうだ、なんだこれ。え、意味だから、なんでこれ完成なんだよ。黒、青、死んでるよ。あ、ごめんなさい。アドミン情報を出せて、右の方に3人、チラチラで、アーカイブシャワー室電気室にちょっと前まで、10秒くらい前かな、3人いて、で、武器庫さんの時間があって、展望デッキずっと1位いたんで、展望デッキで死んでると思ってて、武器庫さんの人、多分数秒前、いた人の機体です。ゲンとマシャカリさんと先端さんだと思います。はい、で、多分2人もともといて1人が下から来たと思うので、で、LG も一応コックピットにいたので、ベントレできるから容疑者地に入ることは自覚してます。はい。その玉から洗うか。ジョギンさんが展望の方に行った。初手。はい、てか、センターさんと一緒にダウンロードしましたね。で、その後、アップロードまで行って。そう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 。その時、あ、まあ、クリックって気にもあるんですけど。うん、で、でも、テンさん見てないんだよな。はい。これも見てない。最後キッチン生まれたんですけど、昨夜さんがキッチンの方から来た気が。キッチン最初店舗生まれてハンバーグやった後にセキュリティ行ってカメラ見ようとしたんですけど、殺せるの怖いのでやっぱ戻ってキッチンから武器庫今閉まっててそこで合流ですかね。でも僕も全然できる場所だと思います。展望できたったら僕もうほぼほぼセンターさん、あ、展望か、センターさんとずっしょにほとんどいたから僕したらセンターさん無理なんだけど、うん、初手ならいけるのかな。カリさん、いや、時間が、キルクールが、あ、そっかそっか、じゃあ無理無理。センターさん、確か私が、ね、最後まであの展望には残ってるんですよね。あの停電直したのが私なので、うん、あ、そうなんだ。はい、ただその後、うん、はいはい、最終位置、まあ、1っていう情報はそもそもエリジさんが出てるので、なんとか最終位置どこで出したっけ、はい、私と、それこそマシカリさんとセンターさんで、あと僕もいました。さんもおられたかな、はい、通信室の前ですよね。通路でなんか4人ぐらい固まってよかった。そうそう、扉閉まった気がする。え、容疑者は結局5人います、ね、聞いてる感じ。ああ、そんなに。いや、最終展望デッキにないんだら展望デッキ死んでると思うので、エレジー含めてそこの3人で4人かかって。いや、他も洗いましょう、はい、あの金庫からの展望とかもあるんで。アルマずっとエレクトリカルいましたけど、アドミンついてないですか。あれだね、結構前にアーカイブシャワー電気1っていうのは見てて、最終はごめんなさい、ちょっと左のバッグが注目したんですけど、いたのは確か、1いた。はい、ずーっとエレクトリカルいました。右さんの今の5人ですよね。うん。センターさん絶対できないと思うけどな。残り2が記憶ちょっと怪しくてごめんなさいですけど。爪先生も初手キッチンだったかな。
あ、なすべくそうなんだ。うん、違ったっけ。もう一回キッチン。情報量が多すぎてやばいね、このマップ。面白いけど。パーフェクト。グッド。エクセレント。停電なんかはマジ弱いな。本当に、価値格盤面以外は。はい。はい。他その5人以外のアリバイを。あ、はい、はい、ボーンです、シャワー室です、さしてください。さしてください。シャワーちゃん見た。はい、あのアルマさん電気室の多分タイミングでシャワー位置ついてて、そのタイミング時点でアーカイブも多分ついてた。それは確認してます。アーカイブオラフ君だと思います。あと誰だ。あと夏目先生か。ね、ごめん、夏目キッチン。いやごめん、どっから湧きました。ボタン押しですね。多分、はい、ミーティングルームめちゃくちゃ長くいたからちょっと忘れたんだけど、そうミーティングは長くいたけど、でもその僕が見た時はミーティングにずっと1位って押すのかなってコックピットずっといたので、そう停電起こってたし、ちょっと夏目のミーティングのタスクやりたかったんで、そう、その夏目先生は無理そうかなって僕目線では思います、それだとしたら、うん、キッチンではない、ごめん脇位置忘れちゃったんですけど、キッチンではないです、絶対に失礼。はい、LG の位置を言ってなかったんで言うと、一応キッチン脇武器庫でタスクやる、コックピットでタスク1個やる、ずっとコックピットです。まあ夏目先生も関与できないですよ、金庫から飛んでたとしても LG さんが見てるんじゃないですか。うん、弁当移動はもちろんあったし、しかも弁当移動したら俺が多分死んでると思うので、うん、そうですね、わざわざ LG さん経由して最後まで残って残ったのが原産なんだですね。ただ停電直したのか私で、そもそもトゥンさんはいないですし、トゥンさん見た方がどなたもおられない状態で展望デッキ1っていう主張されるのはちょっと不思議だなと思いますけど、まあ、ちなみにトゥンさんがいなかったことを証明する人は源さん以外にいないですか、展望デッキにいなかったっていうか見た方がいないんです、うん、トゥンさんも見てない、マシャさんも見てない、左組で見てない、見てない、赤井さんも見てないですよね。そうですね、セキュリティがエレジさん、エレジさん、はい、その展望デッキ1は自信を持っている情報ですか。もう言えます、ゲンが一人で直してた時の位置だったらわかるんですけど、ずっと1だったってことですよね。違ったじゃん。でも、そうなんかね、ちょっと死んなくなってきた。ひよらないで、エレジさん。3人以上の方が見てないっておっしゃってるんで、まあ、確かにそこはちょっと違和感があり、停電中とはいえちょっと不思議ですけど。まあ、でも僕はコックピットに。でも、あれかもしれないですよ。ベントかもしれないですよ。ベントの中にいるインポスターの可能性もありますよ。そしたらいや、ないわ。アドミン情報と合わないわ。どうしよう。あれも通路で死んでたら、まあ一応アドミンに移ってない。ずっと飲んでもしてればいいかな、じゃあこれ。どうしよう。どのくらいエレジさんの情報を信じるかです、ね。ダメだな。アドミン情報が合ってるのか、人数が。じゃあ信じなくていいです。ごめんなさい。なしで。ごめんなさい。いや。選択絶対しろ。絶対しろ。じゃあ、でもボタン押さなくていいんじゃない。やりべ。ち。シュッ、ボーンさんとか大丈夫かな、なんか割り比較的ね慣れてる僕ですら頭パンクしそうなのに。オーマイガーこれは絞れた危なっ。さんさんがボンさんと一緒にゲンさんが殺してるとか違います。ボンさんじゃないですね、僕じゃないですか。ん、あ、僕じゃないですか。ボンさんいたか、僕もいたんですけど、だなんか肉はありました、ね、役立ちはそらすか。センターさん、どこで死んでるんですか、まず昇降機の右の右の、まずベントで絶対右に右。あ、そうだね、3人で行ったよね。エレジー、ナツメ、ボンデイ。なんか私もパスワード入力してたの。シャカリさんとの理論も否定できる。ゲンさん100とは言えなくて、なんでかっていうと、ナツメ先生が小国家の上に行って、一緒に降りて発見の流れだった。僕はエレジーさんと今発見しましたね。多分、ボーンさんと僕が相互に無理なのは言えるんだけど、ナツメ先生が絶対にやってないとは多分言えなくて、ゲンさんを知ってる、殺して上行くをまた一緒に発見されるのを見てるっていうのは言える。私が切ってるのを見たんですか。めっちゃわちゃわちゃしてわちゃわちゃしてる。めっちゃ痛そう。いいですか、はい、ありがとうございます。
10秒経ちましたと、はい、はいはい、シャワー室から、ボンさんと一緒に昇降機向かってます。いや、そうなんですか。いや、行ってないです、行ってないです。え、嘘、シャワー室に行ったの。いや、もう俺はもうタオルで戦ってます。全然違うじゃないですか。え、シャワー室だよ。ボンさんいました。大丈夫か、これ。ごめんごめんごめん。え、あ、そう、シャワー室にいたの、多分。ボンさんを見て3人一緒にいたと思うんだけど。あれ、じゃあごめんなさい、記憶が。俺はトイレのタスクやってから行ったんで分かんない。マツネエレジ、誰だっけ。右から行ったの最後僕行きました。まあまあまあ、てか、ゲンさんが目の前で切ってるの見たんですよね、夏目先生は。はい、夏目はもう切ったのも見たんですか。僕は転がってる肉しか見てないから。そういう人、そういう人だとなおさら夏目さん。一緒にはしご降りて、一緒にはしご降りたのエレジさんわかんない。一緒に降りたの見たけど、その前にやってない方しょうがない。夏目さんまで絶対落としてください。一緒に降りたのにその前にやってないのがわかんない。それだってゲンさんの目の前でやってることになる。夏目先生が殺して上がって一緒に目撃したっていう可能性一応あるので、ボケ話さんマジでわかんない。ここもゲンさんだと思ってる。オッケー、じゃあ次ゲンさん言えますけど。おらって元気で構いませんけど、お土産だけ絶対提供してください。私がめちゃめちゃ知らずらしいリアクションしてすみませんでした。本当に白なんですみません。俺とアルマ君マジ我関せずやから。そう。僕ら左にいたから最終。二人とも左いたもんね。ごめん。ごめんなさい。ね。じゃあエレシさんのエレシさんのあれを。ああ。俺までついてください。死んでも大丈夫な立ち回りついてよかったね。リアクター行ってよかったね。面白かったですね。わちゃわちゃめっちゃ面白かった。わちゃわちゃしてた。え、セントさん見えなかったですか、僕。あー、ごめんなさい。あ、見えてたのかな、配信とかで。いやいやいや、でも確かにもうすぐハンバーガーやって上行きました、ね。あー。展望見て。あ、セントさんと夏目さんは間違えた。何を遊んどるんじゃ。はい、ボンさん、ナイス。え、夏目先生押さなかったんだ、ボタン今。夏目先生多分、ボタン、はい、リアクター直しに行こうとして、ボタン行こうとして、はしご3往復くらいしました。もう、あの、ボタン押したんで、夏目はもう、なんもすることねえやと思った。あ、そういうことなるぞか。どうしよう、夏目君喋った方がいいね。はい、うん、エリさん。ボンさん、ボさんはシャワー室のとこでいましたよね。上の方にタオルです、僕は。ずっとタオルです。はい、OK です、OK です。それ、夏目死にしてて、多分その後ろから夏目のところついてきてたのがエレジーさんともう一人いるはずで、エレジーさんの後ろ僕です。はい、あ、酒屋さんがアーカイブの右のとこにいたの見た。はい、それで一緒に行ってて、エレジーさん一緒にはしご降りましたよね。はしご降りたのは見た、一緒だったけど、アーカイブから一緒に行った記憶はないから、はい、ごめんなさいって感じ。あ、いや、それはもう大丈夫で、夏目が一回はしご降りて殺してはしご上がって、はい、またエリジさんと一緒にはしごを降りて、レポートっていうあのタイミングがないって思ってください。リアクターが鳴ってる時にボンさんを死にしているので、夏目はあで、その後ろにいるエリジさんと酒屋さんも死にしている状況で一緒に降りているので、お二人が来たのって、エレジさんがさっきの酒屋さんって順番だ。そうです、だから僕が分かんなくてエレジさんの証言でちょっと合わせます。実際その僕死体が横になる瞬間を見てはいないので、あのそこだけです。あの俺が夏目先生と僕じゃなくて 99% 夏目先生無理だと思ってます。夏目がゲンさん殺してたのを見たところは、昇降機のはしご上がるところぐらいで見ました。ちょうどそんぐらい、あれ配電盤の上ぐらいで見たかな。配電盤の上ぐらいで見ました。俺は見なかったな、ごめんなさい。そこマジで、いやいやいや、しょうがないです。それは夏目が目がいいんで。これどうすればいいですか、これ。ボーンさんもなんか署名できるので、別に下ろさなくていいかなと思うんですけど、ここが曖昧だったら。ボーンさんどうすか。絶対に最初、オラフさんが一緒にあのタオルのところに行ったのしか覚えてなくて。そうですね、シャールームで、はい、先に行ったのだけ覚えてます、オラフさんが。そうっすね。ゲンさんとナズメさんの確率ですよね、100%。さすがに。それは 100% だと思う。酒屋さんが右にいるの見たし、はい、ちょっと分かんなかった。残すってことはもう白ってくってことですね。僕は入れたんですけど。俺も入れた。怖いから。いや、でも生き残ったらもう白って置いても。そうね、残ったら白で。いや、これは余裕で死んでるわ。すごいな。一応入れてません。すごいな。めっちゃ死んでるよ。いいな。ダメだった。あ、まあ、しょうがない。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとカオスになっちゃった。めちゃ
これはちょっとかわいそうだったね。え、まあ、え、見れてたよね、あの3人。どうなんだろう。てか、あの、ゲンさんがその状況で何してたのかって話になるから。そうだよね。うん。ちょっとかわいそうだったな。いや、まあ、でもまあ、まあまあ、すっきりするならね、まあ、他視点が。はい、はい、あと、夏目の定めなんでね、これはもう、しょうがない。変えます。変わらない日常だと思って。あと一人どうなん、あの3人いそうだけどな、エレジーさんの、うん、そうエレジーさんかもね、もしかしたらね、そうかもしんない。でもアツミンとかの情報を出してるから、なんかどっちかやっ、ね、エレジーさんがやったとかじゃないのかな、書籍より。どうなんだろう、なんだろうな。いやでもゲンさんと対立してたのってエレジーさんだよ、だから結果的にそうなっちゃったみたいな。エレジーさん、ゲンさんがそこにいるの知らないからみたいな。あの3人だったら、まあ、あのだから夏目時代の2人だったら、まあちょっと昨夜さんの方かなとは思うけど、どうなんだろう、わかんないな、難しいかも。まあまあ、なんかもう芸人さんの軸で話した方が良かったかもね。その行くまでの過程の話しちゃってたから、なんかそこでボーンさんとあの食い違い、エリーさんと食い違いみたいな。エリさん死んだー、エリさんじゃなかったそうだった、エリさん。これどうなんだろうな、酒屋さんじゃなかったら申し訳ないことしてたな、ちょっと黒くしちゃってる。おお、トゥーしたい。今夏目先生釣りがもったいなかったな、これに、ね、下、あれですかね、タスクの下、あの外側ですね。まさかりさんが今一緒にいました。はい。一緒に見つけたんですけど、あ、どうぞ、酒屋さん。まあ、僕は、停電だったじゃないですか。うん。だったので、メインシャワーアーカイブ昇降機行って、昇降機開けた時点で、治ってたので、また、戻ったら、じいさんじゃないの、面白すぎ。アルバ僕が取った時はなかったです。はい。アルバ君とボンさんの場所だけ教えてください。最終日ですか、うん、最終リアクターの右側にいます。僕最終通信室です。多分、はい、2人の位置は嘘じゃないなら咲夜さんだと思ってて、咲夜さん右から来た時に、僕と出会ってるじゃないですか、アーカイブ証拠機会で。僕が下行った時に咲夜さん上からまた戻ってきて、死体の方にすぐ行って鳴らしたから、結構酒屋さん僕に見つけられる前に僕の城取ろうとして押したのかなと思っちゃった。ああ、なるほど。でも僕目線だと、通信室が誰でしたっけ。あ、ボーンです。酒屋さんめっちゃインポスター引いてるね今日ね。アルマリアクター右です。昇降機、昇降機、はい、昇降機の右です。うん、だったらアルマさん若干僕はなく見てて、僕ないんですか。絵の昇降機ですよね。で僕通ったシャワー通った時なくて、そこから行ってまた10秒15秒ぐらいの間なんで、いや、アルバク多分殺せないんじゃない、その咲夜さんの言ってることだったら。あ、そうなんだ。いや、僕が通った時はなかったんで。あ、そっか。その時通った時になかったっていう主張だったらそうですね。もう咲夜さんが真下さんだけになります。あの、通ってすれ違って咲夜さんが、僕しか会ってないからで、僕上のあの配電盤、配電盤じゃない、あの繋ぐやつやってたから、咲夜さんは僕、咲夜さんして僕殺せないんだったらもう。結構酒屋さん積んでるんじゃないと僕思ってるから、酒屋さんついてるんだけど、まあ、でも普通にあの、まあ、まあそうか、15秒以内殺してんだったらまあ僕になりますけど。これは投票ですか、スリップですか。少ないのもそこですぐ戻ってる、マサさんがもう一回話聞きたいけどな、酒屋さんだと思うけど。これってさ、ボタン大丈夫。僕はボタンありますよ、多分。 OKOK、 ちょっとじゃあもう一回話しますか。ボンさんは通信室確定でいいのかな。なんか誰かとエンジンルームですれ違ってます。アルマ君、あ、お疲れ様です。絶対エレディさんにインポスターでしょって言ってました、霊界で。どうですか、やってきましたと、この試合さあ熱いですね。これ俺が何したかっていうと、アドビン自信なくなってきたから、あの不安になって、ああ、ごめん、あのね、アルマ君、ボンさん無理だ、俺がすれ違ってるわ。あ、間違えた。ごめんなさい、昨夜さんがそこを取った時になかったっていう主張なので、もう 100% 昨夜さんがマシャさんのどっちかだと思います。そうそうそう。で、昨夜さん、うろうろしてたんで。はい。うん、で、昨夜さん視点は、僕、一緒に下行ったから、僕殺せないと思うんで、
キル的にも。どう、まあ、キルクールタイムでそこでそうですね、殺していただきます。状況的にじゃあ、だからまあ僕とマスターの間に破綻してるのか。そう、サカヤさん破綻してるから、だから僕の視点も積んでるから、サカヤさん入れる。マシャさん視点でボーンさんがなくて、で、サカヤさん視点でマシャさんがなくて、サカヤさん視点で。いや、マシャさんはありますよ。いや、ないです。状況的に無理です。その発言聞いてる感じ、サカヤさんがシャワーを通っているときになかった、で、僕とすれ違った後にそっちに行って、見つけてるっていう状況なので、僕は違う方向から来てるのを酒屋さん見てるので、僕は白置きされて酒屋さん視点で。で、酒屋さん視点、マシャさんの方が奥にいたんで、で、状況もお互い言ってることって一致してますよね。酒屋さんが左に行って、で、戻って、マシャさんにレポートされる前にレポートした。そうで、嘘ついてると思うのが、シャワー室通って見てないじゃなくて、自分で殺してからシャワー室通ってアーカイブ昇降機って来て、僕と昇降機とアーカイブの道の前にすれ違って、状況は 3D ゲームですね、これはね。ここからしたの。もう一回戻ってきて。なるほど、僕はそうですね、アルマさんと防災100はなくて、まあ、マシャカリさんがそこなんか左上のダウンロードがなってるんですけど、ね、いたんですよね、タスクの方に。そうそう、タスクやってて、で、下行こうとしたら、酒井さんが走ってきて上から。それが逆に、まあ、白いんですけど、まあ、そこの要素じゃないですけど、まあ、まあ、そうですね、クルメイド側だったら、マシャさんの方が無視になりますよね。僕は酒井さんに入れます。ボンさんは絶対できないんで。僕と対抗だったら、マジで多分、五分五分だったんじゃないかな。いやじゃあ僕視点も僕に入れますじゃあなんかすいませんいやちょっと言い訳が思いつかなかったんでそうかそっかアルマさんの方に忘れつけばよかったのかそうねナイスファイト、ね、僕なんならここで殴り合いになるかと思ったあ確かにアルマさんも近くにいましたもんねそうだから、さん めっちゃ引いてますね、インポスター。もうめっちゃ引きました、ちょっとそろそろ。ちなみに俺は、なんかもう諦めてタスクやってて、アドミン情報が自信なくなってきたから、バイタル見てて、オラフさんが死んだの見て、BPM が大体近い空も飛べるはずを歌いながら走ってたら死にました。ゲンさんがやってるの目撃しちゃって、やっぱり俺も疑いちゃうなと思って、早々に逃げました。そういうこと。はい、うん、まあいいや。LG さんが堅くなに夏目さんの白を拾わなかったからさすがにインポスターじゃないでここまでやんなくねみたいな感じで思ってました僕も LG さんと源さんだと思ってましたナイスファイト俺 99% 無理って言ったじゃないですか先生ナイスファイト絶対はないって言っただけで源さんがキルしてる時に僕もやればよかったですね源さんどこで殺したのトゥンさんはあトゥンさん普通に、デッキですねあデッキなんだ、はい、ちなみにトゥンさんミュートだよいやそうっすよマシャカリさんとセンタンさん一緒にキッチンハンバーガー作ったのにいや俺センタンさんしか見てない停電中で見えなかったのかなあーそういうことだ ね, い, ねいやなんかめっちゃ見えてたらしいっすあ、僕センタンさんしか見てなくてハンバーグ作るの遅くて下手くそでずっと煽ってましたいやなんかめっちゃ下手だったセンタン全員スルーするからあれと思って3人おると思うマジトゥーさんいたんだごめん3人いたの普通にいます3人に見られてないじゃあアドミン合ってたんだ合ってたんだアドミン合ってます合ってます合ってますかエリジさんズバってたんだそうそうそうでも夏目先生の知る日はなかったから間違ってるナイスファイトやりましょう行きましょうはい、まあ、リアクター右下だな次ラストかなはい、はい、お願いします